はいそれでは本日は一級,級建築施工管理技士の学科試験平成27年問い64番施工管理法労働災害に関する要望について説明していきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますのでそちらからもご覧ください労働災害に関する記述として最も適当なものはどれか1労働災害の頻度を示す指標として年・千年率や度数率が用いられるこの問題は正解です これは、気になるので、まあ、申し訳ないんですけども、ちょっと覚えていただく必要があるんですが、この年千率年千年率というものは、1年間の労働者1000人あたりで、どれくらいの死傷,死傷者数が出たかというものを表します。そして、この度数率というものはですね、災害発生の頻度を表すものですね。100万時間労働あたりで算出するものになります。もう、この2つに関しては、この労働者だけでなく、労働時間も比例するとみて、一般的に災害発生率として、すいません、この、 発生率としてこの2つが用いられ年1000人に関しては年間死傷者数をこの年平均の労働者数で割ってかけるこの1000人とした値が年1000人率としてこの災害発生率の指標として用いられるということになりますそして2つ目の度数率に関しては災害の発生の頻度を高めるということで,です、ね、延べ労働時間数分の死者数どれだけ出たかというのをかける100万で この度数率が出されます。なので、この二つが、えー、労働災害の頻度を示す指標として用いられるので、暗記になりますが、覚えていただければと思います。それでは2番。労働災害の重罰度を示す指標として、強度率が用いられる。この問題は正解です。こちらはですね、えー、3番も一緒にやっていきたいと思います、えー。労働損失日数は、一時全労働不能の場合、歴日による休日日数に、 365分の300を乗じて算出するこの3番に関しても正解です。この強度率というものは、えー、この重罰度と書いてあるんですけども、災害の、えー、重軽度を示すものになります。この1000時間労働あたりの、えー、労働損失日数で表すということですね。どれだけ、えー、労働損失日数、まあ、えー、怪我して休む日が増えたか、この損失日数というのを、えー、表していくという、まずは表していかなければいけないというものになります。なので、この労働 延べ労労働働時間分のの損失日数によってこの共同率が求められますでは、この労働損失日数の求め方なんですが、この損失した日数に関しては、もし1人死亡してしまった場合に関しては、プラス7500日がされます。そして、A 級全労働負のに関しても7500日死亡と同じ扱い。そして、A 級一部労働負のに関しては、プラス50から5500日。これは、等級によって変わってくると思います。 そして最後、えー、一時全労働不能の場合、ここが3番ですね。この一時全労働不能の場合に関しては、休日した日数× 3 6十五分の300で、えー、表されます。なので3番に関してはこちらのことを言っておりますので正解です。例えば、この労働損失日数を、えー、例で表すとき、死亡者が3人、そして一時全労働不能者が10人と、えー、仮定した場合、そして全,全員30日休みましたよというものが、えー、あくまで、ちょっと一つ例としてさ,させていただくんですが、 死亡者に関しては 7500×3 人なので22500日そして不能者に関しては30日 ×365 分の 300×10 人なのでこれで250日という形ですねなのでこの労働損失日数というのは22750日というものが計算されるということですね そして最後にこの度数率の求め方なんですが、下の延べ労働時間数に関しては、いろいろな会社ですね、たくさんの会社から企業データを集め出して、延べ労働時間数をいただきます。なのでこのようなかける線とか大きい数字になっているということですね。そしてこの例えをそのまま持っていくんですが、延べ労働時間がたくさんの市場調査によって合計結果出されたのが、例えば2500万時間だったとすると、それ分の 労働損失日数2万2750と出た場合に関しては、かける1000を行って0.09%、これが共同率になってくるということになります。ここの数字が大きくなればな,なるほど、えー、災害の重度が高く,高くなっていくということになりますので、こちらも一緒に覚えていただければと思います。3番に関しては正解です。それでは4番。労働災害における重大災害とは、一時に2名以上の労働者が死傷または利病した災害を言う。 この問題は不正解ですえ。結論から言うとここは3人です。この重大災害に関してももう暗記になるんですけども、一時に3人以上の労働者が被災した災害、これを重大災害と言います。そして、利病という言葉が出てくるんですが、こちら病気にかかることを利病と言いますので、こちらも一緒に覚えていただければと思います。4番に関しては、え3人以上が正解になるので、2番は、あ、4番は正解で不正解になります。以上のことから今回は4番が間違えているので、4番が答えとなります。